はいえー、今回は、えー、石の安定について、えー、説明したいと思います。はいえー、と今こういうとこに、あのー、挟まれた局面なんですけど、はい、ここで、あのー、とても大切なあの一手がありますね、はい。これはここになりますね。これでこうやってここで根拠を持つっていうのがあの大切になります。はい、ここで まあ大盤に打ってしまうとこういうとこ滑られてしまうとなるといっぺんにこの石が浮いてしまいますんでねあのこんな感じでどんどん攻められてしまいますとこれが逃げるだけの石になってしまいますんでこれだけは避けないといけませんねはいでまあここであの10目ぐらい字を持ったというよりはあのこの石を の安定を図ったっていう意味の方が大きいんですね。はい。この場合は。はい。なので、こういう時は、こういう根拠の,あの大切さをねあの、はい、知っておきたいので、はい、ここは大切な一手になります。はい。で、今度、今度、例えば、こういうあの局面があったとして、 はい、これもここがとても大切なんですね大切なんですねはい2線なんですけどこれはほぼこの一手と言っていいぐらいでこれも他のここに打ってしまうとここがお互いのここに打ってしまうと白が生きてしまいますしあの黒が目がなくなってしまいますよね。はい、これでまた頭を出していくのは結構つらい展開になってしまいますんで。 目がないですからね、はい、ここに打っておけば今度このハサミがきついので白も開くぐらいになるかと思いますはいここに1と打っておけばもう次が来ても生きてますんでこれで他に打つことができるんですねはい、まあ、なのでここが1っていう手がねあの見た目以上に、あのー、こういうところは大きいので根拠のね要点を あの見極めて、はい、こういうところは逃さないように、はい、しておきたいですね。はいじゃあ、この講義はこれで終わりにしたいと思います、はい、失礼します。